では新潟にある NITF を選んだ理由を教えてください。先生との距離が近く、すごく私は魅力的だと感じ、この学校を選びました。はい、では NITF だからできる授業内容を教えてください。1階にあるショップで服を選んでコーディネートの授業などができるところがこの学校の魅力だと思います。はい、では今後の目標を教えてください。バイヤーになりたいので、まずはアパレル販売員の実力をつけるために販売士の勉強をして、卒業までにな販売員になれるように頑張っていきたいと思います。はい、では自分の出身県の高校生へメッセージをお願いします。目標があるなら自分のためにも一直線に頑張っていってほしいと思います。